週一から通称 OK iWorks 西明石の田村です。今日は iWorks 西明石での利用者さんの1日の流れを簡単にご紹介したいと思います。利用者さんのまず1日は朝10時の朝礼からスタートします。朝礼はスタッフも含めて全員で行い、最近の出来事や今日の目標などを皆さんに一言ずつコメントしてもらうようにしています。その後朝の体操を行って、心も体もリフレッシュした状態でプログラムをスタートするようにしています。で、10時10分から1コマ50分のプログラムがスタートします。その後10分の休憩を挟んで、また11時10分から12時までプログラムを行っております。プログラムの内容は利用者さんと支援員がそれぞれ個別に相談して、利用者さんの希望に沿ったプログラムを個別で設定して行っています。で、Excel や Word をはじめとするパソコンのプログラムはもちろん、基礎学力の プログラムや簿記のプログラムなども行っています。また一般的なビジネスマナーやコミュニケーションスキルのプログラムなども行い、それぞれ希望利用者さんの希望に沿って行っております。またもちろん、履歴書の作成や職務経歴書の作成なども就職に直結したプログラムも行っております。で、その後、12時から1時までがお昼休憩の時間となっております。 iWorks 西明石では栄養管理された昼食を利用者さんに無料で、提供しております。で、お昼休憩は一人で過ごされてもいいですし、利用者さん同士また職員も、一緒に昼食を取ることもあります。それぞれがお好きなスタイルで、お昼休憩をとって、おられます。で、午後もプログラムは1時からスタートします。午前と同様に10分休憩を挟んだ50分のプログラムを2コマ行っております。で、プログラム終了後は今日1日のプログラムの内容や感想を記入して、終了帰宅となります。で、以上が簡単な iWorks 西明石のご利用者さんの1日の流れとなっております。で、プログラムの内容だけでなくプログラムの時間や内容も利用者さんと主員が個別で相談して行っていますので、午前2コマだけの利用者さんや午後2コマだけの利用者さんもいらっしゃいます。また駐走する日数も週5ということではなくて週1回から iWorks 西明石では OK ですので、そのあたりも利用者さんと支援員がそれぞれ相談して行って決めております。プログラム内容や通所について少しでも疑問や不安のある方はお気軽にお問い合わせください。フリーダイル01208037210180837021でお待ちしております。よろしくお願いします。